北島康介とその嫁ちさ。二人の出会いは、授かり婚って本当？日本水泳界のレジェンド、北島康介選手。2012年に、嫁のちささんと婚約、その後結婚したことが報じられ、メディアでも大きく取り上げられました。嫁のちささんは人気ユニットの、ボーカルですが、北島康介選手とは、どこで知り合ったのでしょう？そして、授かり婚の噂は、北島康介とはどのような人物か。金メダリスト北島康介、超気持ちいい、何も言えねえなどの名言でも知られる男子水泳 100m 平泳ぎ金メダリスト北島康介選手。ここではまず北島康介選手のプロフィールや偉大な記録を少し振り返ってみましょう。北島康介、出身地東京都荒川区、生年月日1982年9月22日、身長体重 178cm 72kg、 種目男子競泳平泳ぎ、生涯獲得メダル個数2015年時点、金メダル10個、銀メダル6個、銅メダル7個、個数は団体競技、個人含む、5歳から東京スイミングセンター、東京 SC で水泳を始め、中学2年生の時に、東京 SC のコーチ平井紀正に、才能を見出される。高校3年生で2000年シドニーオリンピックに出場し、100メートル平泳ぎ4位入賞。2004年アテネオリンピックと2008年北京オリンピックにおいて100メートル200メートル平泳ぎで金メダルを獲得し、オリンピック史上初の平泳ぎ2大会連続2種目制覇を果たす。オリンピック2大会連続2種目制覇は日本人史上初である。また個人メドレーで日本記録を保持していたこともある。ちなみに超気持ちいいの名言が生まれたのは2004年のアテネオリンピック男子 100m 平泳ぎ決勝を1分00秒08という好タイムで優勝した際の北島康介選手のインタビューで飛び出したもの。世間の注目を集めた偉大な記録、前人未到の世界記録で圧勝、北京五輪で金メダルを獲得した北島康介選手。2008年8月11日北京オリンピック男子 100m 平泳ぎでノルウェーの新鋭アレクサンドル・ダーレ・オーエンらを振り切り、人類史上初59秒の壁を破る58秒91の世界新記録で金メダル、世界記録を出し金メダルを獲得するという試合前の予告をその通りに果たした。男子 100m 平泳ぎの大会2連覇は世界初、平泳ぎの同一種目の大会連覇は日本人としては鶴田義行以来76年ぶりのことである。この時のインタビューではアテネオリンピックの金メダル獲得時のインタビューとは一転、緊張感、責任感から解き放たれたのか、涙をこらえきれず、絞り出すような声で、何も言えねえというコメントを残した。こうして読んでいるだけで、北島康介選手がどれほどすごい選手なのか伝わってくる。鳥肌が収まらないのは私だけだろうか。まさに北島康介選手の言葉を借りれば、この成績には、何も言えねえ。余談だが、超気持ちいいも、何も言えねえも、その年の、流行語大賞にノミネートされている。北島康介の私生活とは、上で見たように北島康介選手とはまさに日本水泳界のレジェンド、挙げればまだまだすごい記録が数多くあり、紹介したいエピソードも山のようにあるのですが、ここで私生活の北島康介選手はというところに注目してみたいと思います。北島康介が婚約、北島康介選手と嫁ちささん、2012年末に婚約を発表し、その後結婚した北島康介選手とその嫁ちささん、ロンドン五輪競泳男子 400m メドレー銀メダリストの北島康介30と、男女3人組ユニットガールネクストドアのボーカルちさ27が12月31日婚約したことを双方の所属事務所を通じて発表した。年内にも入籍する方向で調整しているが、挙式の予定は未定。ちさは妊娠しておらず、今後もガルネクを中心に芸能活動を続ける。オリコン、北島康介選手と嫁のちささんの婚約が明らかになったのは2013年年明け、2012年の年末に婚約していたことを発表しました。2012年といえばロンドン五輪が開催された年でもあり、その終了を待って婚約に踏み切ったのかもしれません。北島康介選手と嫁のちささんは婚約発表後に初めて公の場に登
登場した時の記事、そして結婚、婚約を発表していたアテネ、北京両五輪競泳平泳ぎ金メダリストの北島康介31と音楽ユニット、ガールネクストドアのちさ27が、22日、婚姻届を提出した。2013年9月22日、北島康介選手の誕生日に、嫁のちささんと二人で、婚姻届を提出したそうです。誕生日が結婚記念日なんて、なんだか素敵ですね。皆さんにご報告ですと、題したブログを更新。この日を迎えられたことを心より、感謝しつつ、まっすぐで行動力ある、彼を尊敬し、一緒にいられることに、今とても幸せを感じています。ブログで結婚を報告した嫁のちささん。婚姻届に名前を書く瞬間は、とても感動的だった、とも話しています。北島康介の嫁ってどんな人？では、北島康介選手の嫁、ちささんとは一体どんな人物なのでしょう？北島康介選手と嫁との気になる出会いを見る前に、嫁ちささんをご紹介します。ちさ、本名前川ちさ、出身地兵庫県篠山市、生年月日1985年11月16日、職業歌手、作詞家、女優、ダンサー、活動期間2007年、2013年、活動期間は個人、およびバンド、結成期間を含む、2008年6月14日に ABEX が、設立20周年記念にふさわしい、社運をかけた大型新人アーティストとして、発表したユニットであり、同社史上初の、プロデュースと by ABEX トラックスの、アーティストである、嫁ちささんがボーカルを務めたユニット、ガールネクストドア、北島康介選手の嫁ちささんは、2013年まで、ガールネクストドアのボーカルを務めていました。ちなみにガールネクストドアとは、日本語に訳すと、親しみのある女の子、凛花の可愛い子ちゃんといった、意味があるそうです。以下、嫁のちささんの、略歴をご紹介します。2012年12月31日、北島康介との婚約を発表。2013年9月22日に婚姻届を提出した。2013年11月5日、北島との間に、第一子を妊娠中であることを、自身のブログで発表した。2013年12月8日、東京渋谷 AX にて、GND の解散ライブを開催。北島のサポートに専念するため、この日をもって芸能界を引退した。2014年5月11日に第一子を出産した。嫁のちささんは以前から、ガールネクストドアとしての活動が終わったら芸能界を引退することを示唆していて、北島康介選手との結婚を機に北島康介選手の嫁として、全力でサポートするために芸能界を引退します。そういえば、北島康介選手が、出演するカレーの CM に、嫁のちささんが出ていると話題になっていましたよね。気になる嫁との出会い、そして、授かり婚の噂の真相は、北島康介選手も嫁のちささんも、どちらも美男美女、とてもお似合いです。でも、気になるのはスポーツ選手である、北島康介選手と歌手である、嫁のちささんが一体どこで、知り合ったのか、ですよね。嫁との出会いやエピソード、さらには嫁のちささんは、実は授かり婚だったのでは、なんて噂の真相まで、ちょっと詳しく調べてみましょう。嫁との出会い、二人は、2010年秋頃に、共通の知人が開いた食事会で、出会い交際をスタート。関係者によれば、二人は共通の、知人を介して知り合い、自然な流れで交際へ発展。どうやら共通のお知り合いが、いたようですね。スポーツ選手というのはなかなか、そういう機会がないと、他の業種の方と、知り合うのは難しいのでしょうか。嫁のちささんも歌手や、パフォーマーですから、そのお知り合いの方がいなければ、もしかしたら、当時組んでいたグループの、誰かと結婚なんてことも、あり得たかもしれませんよね。ある人物は、この組み合わせは六本木人脈だねと、断言。アスリートイメージの強い北島だが、実は六本木山深い界隈では、遊び人で有名。キャバクラで横柄な態度を取り、六本木界隈では市川海老蔵と並んで、評判が悪い時期もあった。とにかく女好きで、世間を騒がせたおしび学ぶの事件の時も、彼の名前が取り沙汰されたし、事情通り、ちさについても、事務所社長の松浦正俊が、頻繁に連れ回していた時期がある。売り出すためにテレビ局の、プロデューサーを接待した時も、彼女は積極的にスキンシップを、
測るなど素人離れした営業術で話題となっていた。どう事情通りというほどうさんくさいものはないですが苦笑。お互いにアスリート歌手としてバリバリと活躍する一方ではこのような顔を見せることもあったようです。嫁の千佐さんについては営業という言葉がついて回りますから北島康介選手とはちょっと違うかもしれませんが、とにかく共通の知り合いというのは六本木関係の人ではないかという話もあるみたいです。嫁はすでに妊娠していた。授かり婚は本当か。今年9月に競泳男子平泳ぎの北島康介と入籍したガールネクストドアの千佐が5日第一子妊娠を発表した。現在4ヶ月だと言い、同日にブログを更新した千佐は、自分の体にもう一つの命が宿っていること、そして愛する人との子供を授かれたこと、本当に嬉しく思いますと、心境を綴っている。前述の通り、北島康介選手と嫁の千佐さんは9月22日に入籍、11月5日には妊娠4ヶ月であることを発表しています。この発表を聞いた一部ネットで、結婚する前に子供ができてたってことは、出来婚じゃん、と話題に。しかし実際は婚約しているわけですから、何もそこまで騒がなくても、と思ってしまいます。結論とすれば、授かり婚であることは、間違いないのかもしれませんが、世間では、そこまで騒ぐような、話題ではなかったようです。いかがでしたか？北島康介選手と嫁千佐さんの結婚を、ここまで一緒に見てきました。2016年4月8日、日本選手権コネ、リオデジャネイロオリンピック代表選手、選考会の男子 200m 決勝で、5位となり、5大会連続の五輪出場を、逃したことを受けて、自分は引いて、この後世界で戦う、選手を応援したい、悔いはないと語り、現役引退を表明した、北島康介選手、その陰には愛する嫁と家族の、支えがあるのでしょうね。